こんにちは。カエテさん、かわいい、ありがとう。え、雨やばくないみたいな感じ。いて、雨やばいです。雨やばち。マヨン星人さん、ピカピカありがとう。千塚さん、シャン、嘘、ありがとう。フジアンハッタありがとう。平井さんハッタありがとう。千塚シャンスだよ、ありがとう。まあ、ちこかしさん、100回目の方もありがとう。雨やだ、ほんまに。千塚シャンありがとう。平井さん、ポップコーンありがとう。こんにちは。ちょっと、喉乾いた。雨やばい、びちゃびちゃです。ない。最近前髪が伸びてきたんですよね。ムブさん、ハートありがとう。田口の100回目の方もありがとう。いや、ポンタさん、お疲れ、ありがとう。アフガンさん、ハート、ありがとう。トゥ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 。アフガンさん、ハート、ありがとう。カイタさん、ピカピカ、ありがとう。あ、どうですか、肌綺麗になりました。最近はめっちゃ頑張ってるんです。どうですか、いい感じ。アフガンさん、ハートありがとう。ちゃんたさん、ピカピカありがとう。せいやさん、やかみのもありがとう。ありがとうございます。もう雨やばい、やだ、寒い。タカチャンネルさん、ほらありがとう。さっきめっちゃ酸っぱい梅を、梅じゃない、めっちゃ酸っぱいレモンのガムを噛んでたんですよ。もう酸っぱすぎて、もうめっちゃ痛いです、舌が。こんにちは。梅の音すごいよね。それも雨の音やばい。今日もう3日ですか。ないんだけど、昼ごはん何食べたの。あ、お好み焼き食べました。美味しかったです。なんかハゲてるね。結構強い雨、うん、雨だと本当に気分落ちて今こんな状態なので苦手です。ひろしさん、ピカピカありがとう。キキンさん、ポップコーンありがとう。ナイフさん、ほらありがとう。ポップコーン、いやマジで本当に雨だと気分落ちちゃう。本当にどんどんね、やる気がなくなっちゃいます。やめてほしい。
雨ってそんなもんですよね。ここもハゲてるんです。宿題全然やってないんで、やらないとやばいです。助けて。助けてください。こんにちは。頑張れ、ありがとう。ケイクアトラさん、ピカピカありがとう。テトリスバイブさん、300回目の方もありがとう。これから見に来てください。しょーの。こんにちは。宿題できなかったら、ゼリフ。手が滑っちゃった。違いますよ、言ったじゃん。前も質問されたんだけど、あのね、この春休み期間は入れないって言いましたよね。言わなかったっけ。言ったよ。この春休み期間はまだ学校側としては中学生中2なのでやりません。中2の分際になるからところをやらないです。ないです。だからもうめっちゃギリギリまでやりません。まあやるけど、やりはするけどみたいな、やらないわけではないんですけどみたいな感じです。天皇さん、ピカピカありがとう。今日は何してんの。今日はお友達と遊んでて、今日なんか喧嘩みたいになっちゃって、まあ、目が 100% 悪いと思うんですけど、そう、謝っても全然ね、聞いてくれなくてね、なんか帰っちゃったから、そう、だからちょっと本当はもう仲直りしてって感じが良かったんですけど、仲直りしたかったんですけど仲直りできなかった。うさぎの子さん、はじめまして。なんか仲直りっていうか、友達となんか最近喧嘩が多いですね。喧嘩っていうか、まあ、しょうもないちょっとしたことで言い合いになっちゃうみたいな。まあ、でも今回に関しては100ミリが悪いかなって感じです。謝ったんですけど聞く耳を持ってくれなくて、そう、ずっともういいみたいな感じだったから、今日はでももう遊びたくないって言ったから、それ無理して楽しくないのに休んでもあれかなと思って帰りました。帰ったっていうかあれですね、練習です。昨日のみーぽんちゃん、みーぽんちゃんゆうなちゃんってだけ、ゆうなちゃんね、ツンデレなんですよ。めちゃくちゃツンデレはダメだよね。ツンデレダメだよ本当に。こんにちは、アフタヌーンの配信を使ってます。アフタヌーン手なんか出すわけないでしょ。そうです、出しません。めっちゃ手が滑る、危ない、脳が見えちゃう。そっからとこに仲直りできるね。仲直りしたいけどね、もうそれ元気ないです。なんか一日寝たら忘れるけど、絶対なんか絶対っていうか大丈夫って言われたんですけど、寝ないと分かんないみたいなやめて、えってか、って思いました。もかちか、もう300回目の方もありがとう。これからも見に来てください。スバルピカピカありがとう。お次が下がってますね。スバルピカピカありがとう。ピヨコちゃんマンさん、誰もありがとう。
今日も抜群に可愛い、ありがとう。唇の色がない。ミポンは反抗期ど真ん中だと思う。ちゃんと成長してる証拠。あのママからもう了承いただいたんですけど、もう反抗期終わったよって。ママも言いました、終わったって。ミも自覚してます、終わりました反抗期は。だからなんかファンの人とかもみんな、ミポン今反抗期だからしょうがないよねとかね、メンバーにも反抗期だからねとか言われるんだけど、いやいやいやもう終わったんですけどって思いながら思います。挨拶だけありがとう。反抗期終わったんだよ。こんにちは。もう終わったんですけど、なんかめっちゃ目が開かない、やっぱ雨の日って。夜配信ない、今日夜配信帰ったらもうね、にあの配信できる時間過ぎちゃうのでできないです、できないです。やりたかった、そうなんですよ。落ち込む。ツンデレ気ありますか？ツンデレじゃないです、みよ。甘えた時は甘えるけど、甘えない時は甘えない。その自分で言ったらでもキモくない？自分ツンデレだからとか。自分から言ったらなんかさ、変じゃない？自分で、自分はツンデレだからさみたいな、えってなっちゃう。そんな言われたら。ガンツーさんほらありがとう。眉毛はアイドルだから仕方ない、見てくれてる人かい。いや、ほんまにそうですよ。眉毛はめっちゃ薄いんですけど、そうしないとメイクが難しいんですよ。毎回毎回隠してね。新サンダルもありがとう、ユーピョンハートありがとう。そう、めちゃくちゃメイクが難しいし、毎回毎回コンシーラーで消すのもね、難しいから。で遊んでって喧嘩したの。3人で遊びよったんですよ。3人で遊ぶって約束しとってから、2対1みたいになっちゃって、そうなんかね、なっちゃったみたいな感じです。でもなんか帰るみたいになれて、帰っちゃってからその後に2人だけで遊んだらおかしいなと思って、もうミヤこっちに来たんですけど、帰ってきたんですけど、先生アイドルとか一緒になっても理解してくれてます。2年生の時の担任先生は理解してくれました。同級生でもメイクしてる子少ないよ。いや、みんなメイクしてます。同級生の友達は、ミヤの周りの友達はみんなメイクしてます。リズキャーさん、はじめまして、こんにちは。ねえ、26+15って何？あと 10%。
32ナブ31ユーピオン10位アフガン39キッチンさん78シンさん7ヒロシさん6ユーポンタさん5ちゃんたさん4プロの星人さん3カイトさん2スワル1おでんのさんでした。愛しみに来てくれてありがとうございます。黒さんピカピカありがとう、ありがとうございました。またちょっと雨時期めっちゃみも気分落ち込んでるんで、みんなも頑張ってください。雨つらいです、もうやる気が起きない。じゃあね、また会いましょう。 X 見てください。